でかでかこれでかやば、うわでか8時割りそうだな、うわでか、どうすんすかそれ、それ壊れるんすかね、うわマジか、え、それ、いけんの？いけないでしょ。ああ、下くぐっていくんかな。いや、無理だろ。うわ、怖い怖い怖い。いや、でかいね。尻尾ピコピコやってますね。あれ、警戒のサインですね。うわ、でか。どういうんですか？いや、なんか慣れてんのかこれ。なんでこんな。うん、いいじゃない。うわ、すごいな、これ。まあ、冬場のかなり太ったイノシシになってますね、これ。どうすんの？あ、逃げる場所がないんですかね。いやー、なんかね、なんだ、なんでこんな落ち着いてんだろ、こいつ。普通もうちょっと嫌がると思うんだけどね。あ、登っていった。ちょっと取っていい？うん。すごいな、ほんと80キロぐらいありそうなイノシシだったな。多分そんな年はいってないんですけどね、これ横に太かったな、丸々してましたね。すごいな、この辺リオシ入ってないんだろうか。いや、っていうか逃げなさすぎじゃね逃げなさすぎじゃねえかこれ。え、逃げなさ、ってか寄ってきたよ、寄ってきましたよ。どっか帰りたい方向があるのかな。いや、ちょっと意味わかんないな、どこ行くんでしょうか。戻りたいのかな。食い始めたマジか、おい、帰っていきましたね。まだおる。はいはいはい、ゆっくり行きましょうね。オスだね。何なんでしょうか、この堂々とした感じは。ほら、引かれるぞ、これ。引かれますよ。引かれますよ。こっち行けないって。あ、行ける？あ、潜るのかな？あ、はい。来ましたね。顔を出してほしいな。何食べてるの？なんだろう？お、出てくる。何回やっておりますね。
よーし。